中国の古代の製鉄。炉を使って鉄鉱石を溶かして精錬している。天候怪物より炉とは金属の溶解や食品の加工製造など火を使用する設備の総称。炉は工業炉とそれ以外の炉に対別できる。工業炉工業炉は鉄鉱用炉、非鉄金属用炉、溶業用炉、化学工業用炉、乾燥炉などに分類される。 工業炉以外の炉、工業炉以外の炉にはパン焼き炉、ピザ用、揚げ物用炉、営業用風呂釜、焼却炉などがある。このほか、炉の名を持つ器具がある。加熱するための熱源としては、ガス、木炭、北木々、石炭、コークス、電熱などが用いられる。なお、日本語では、各反応によって熱を発生する装置も炉と表現する。 開放炉と煙突炉排出ガスや火の粉を放出するための煙突や排気灯の有無により、鋳物工場や焼き入れ工場などで利用されている煙突等のない開放炉と煙突等を設置した煙突炉がある。反射炉 ABCDEFGHIJK 第二節各論。姫路市。2020年5月12日閲覧。現代新百科学研。 大胆屋の路内反応に関する検証と実験的再現。国立歴史民族博物館研究報告。2020年5月12日閲覧。ありがとうございます。